大倉金持ち大倉金持ち七月二十三日九百六十八年十二月二十四日は日本の鉄道官僚、貴族院男爵議員、南満州鉄道理事、陸軍中将男爵大倉平蔵の三男として東京府で生まれる。1九百四年東京帝国大学工科大学土木工学科を卒業。渡米してミズー,ーパシフィック鉄道。 タイドウォーター鉄道などに勤務。1908年に帰国して、鉄道院に入り、静岡駅助役、新橋運輸事務所長、運輸局貨物課長、神戸鉄道管理局運輸課長、西武鉄道管理局運輸課長などを歴任した。父の死去に伴い、1911年9月20日、男爵を就職。1919年に、 南満州鉄道に転じ、運輸部次長を経て理事に就任し、計画部長、職産部長、地方部長を兼ねた。1932年に満鉄理事を辞任、帰国して、同年7月、貴族院議員に選出され、厚生会に所属した。その後、国策研究同士会及びその後継団体である国策研究会を、 八木和夫とともに設立。中心的人物として運営に関与。国策研究会における彼の役割は、研究内容面だけでなく、組織運営全般に及んだ。政治思想としては、関西の鉄道業界からの依頼を作成された再編計画などから、反個人主義的傾向が認められる。その他、東は研究所副総裁、満州移住協会理事長。 宅職大学専務理事などを務めた。さらに東亜旅行者の総裁を務め、1945年に東亜旅行者が日本交通公社に解消してからは会長を務めた。1946年2月23日、貴族院議員を辞職した。その後、公職追放となる。その後、日本自転車産業協議会会長、東海道新幹線調査委員会会長などを務めた。 ありがとうございます。